日本郵便の完全無料のハガキデザインキット2016。マスは検索サイトでハガキデザインと入れます。すぐに結果が表示されるのでクリックします。ハガキデザインキットのページが表示されるので2016版であることを確認してインストールをクリックです。インストールページが表示されるので赤枠にある今すぐインストールをクリックします。すぐにAdobe Flash 接続画面が表示されるので、少しそのまま待ちます。画面に Adobe Air のインストールの、はい、いいえが表示されるので、はいをクリックです。ここは回線環境により、時間は変化するので、次の画面まで待ちます。すると、左上に黒枠が表示され、インストールの準備をしてますので、ここも終わるまで待ちます。パソコンにアプリをインストールするか、表示されるので、インストールをクリックです。次の場所指定もそのまま、続行をクリック。規約も、同意をクリックです。パソコンに、インストールの作業が開始されます。さらに、お使いのデザインキットを登録すると、書かれたボタンをクリックします。ここからは、長いので、この動画では、カット編集しています。デザインキットを起動をクリックします。ここからは、形式の選択です。そのまま、画面を見て自分で、判断してください。これでパソコンにダウンロードしてインストールすることができました。